簡単に腹筋を鍛えたい方は今回の腹筋がおすすめです。はい、皆さんこんにちは、タートルです。本日の内容なんですけども、たったの5回でしっかり腹筋に効く膝つき逆腹筋というのを紹介します。この最大のメリットとしては、簡単に行えるというところです。通常のメリットとしては腹筋に効きます。太ももの前側に結構効きますんで、スクワットをしてね、太ももが太くなっちゃう人とかはピンポイントで太ももに効くプラス負荷が軽いということで、足痩せにも効果的です。で、通常の腹筋は頭を起こしますから、首が硬い人はね、手でね、こうやってキュッてやっちゃうと首を痛める場合があるんですけども、その点今回は安心で安全です。で、腰を痛めにくいです。寝っ転がったまま起き上がるシットアップとクランチとか、少し腰にストレッチがかかりますから、腰硬い人は腰を丸めると次の日痛かったりとかね。あとはレッグレイズ、寝っ転がって足を上げるんですけども、そもそもドローインができてなければ反れた腰から足を浮かせるっていう感じになるので、腰をまあ痛めやすいっていうデメリットがあるんですけども、今回の分は腰を痛めることなく安全にできます。デメリットとしてはバランスが少しいります。で、前ももにね、しっかり上半身の負荷がいきますから、ちょっと前ももがね、いってーっていう感じになるんで、前もも弱い方はね、腹筋に効くよりも前ももに効きすぎて痛いかもしれません。ではやり方を説明します。まず通常の逆腹筋っていうのは、立った状態で上半身を反らして腹筋を行うっていう感じなんですけども、立ったままの逆腹筋はですね、腰を反らしてお腹を伸ばしているので、あんまり腹筋にはね、効きません。今回は足をついて腰が反れないように、膝から肩までまっすぐのままでぐーって倒れます。ぐーって倒れたらギリギリで手をつく。こっからお腹を引っ込めながらぐっとまた戻ります。これを一緒に5回です。結構前もも効くと思うんで、頑張っていきましょう。呼吸は、体まっすぐ、息吐きながら、ふー、ピタッって、ここで一回吸います。吸って、お腹を引っ込めて、手でね、あんまり押すんじゃなくって、できるだけ腹筋と前ももで、状態を戻していきます。これを5回一緒に行っていきましょう。前ももが少し痛くなりますから、はじめにね、こうやって少し、こうやって伸ばしておくといいです。ポイントは腰が反れないように、体をまっすぐにして、できるだけゆっくり、ギリギリで手をつく。手で押さずに、体を戻していく。一緒に行きましょう、5回です。行きます。1。2。3、4、ラスト5。あー、お疲れ様でした。いやー、腹筋と前もも痛いですよね。痛かった人はコメントください。おさらいですけども、膝つき逆腹筋、まあ、簡単にね、もう行います。体を持ち上げなくてもいいですし、首を起こすこともなく、腰をドローインさせることもなく、ただね、体をまっすぐしたまま倒さないといけないんで、気持ちね、お腹引っ込めてドローインをしてゆっくり下がるっていう感じになりますけども、まあ、簡単にね、行えるエクササイズです。腹筋、前もも、腰痛、首のね、痛めにくいというメリットがありました。まあ、バランスがね、やっぱり少しゆっくり倒れていくんで、前ももがね、硬い人は結構前ももの筋肉引っ張られて、翌日筋肉痛になる場合があるかもしれません。ということで、今回は簡単に行えて、腹筋、前ももにしっかり効く、膝をついた逆腹筋の紹介でした。簡単ですので、毎日お風呂上がりにでも、空いた時間にでも、たったの5回です。やってください。頑張った方、勉強だった方、よかったら、グッドボタンとコメントよろしくお願いいたします。SNS されてる方は、ぜひね、シェアして、拡散してください。よろしくお願いします。今回もご視聴ありがとうございました。